はい、それでは連立一時方程式の解法ということで、連立一時方程式を行列を使って解いていきましょう。今回はパラメータ表示の処方ということで、不定方程式の解の表示方法、解を表す方法について考えていきましょう。まず、平面の方程式を学んだ人は、平面の方程式を思い出してみてください。平面の方程式は、XYZ に関する一時方程式で、パラメータ表示を持ちました。パラメータは2つあり、 平面の広がりが二次元であることを思わせるような感じでしたね。パラメータ表示とは、パラメータの値によって、解の集合全体を表す方法です。パラメータという言葉は、高校では媒介変数と言っていたと思いますが、ここではパラメータという用語を使います。どちらを用いても構いません。一般の一次方程式のパラメータ表示を考えていくことにしましょう。変数は、今の場合、実数としておきますが、複素数であっても構いません。例として、 一つの一時方程式から考えていきます。例えば、x プラス y プラス z プラス w イコール1という方程式を考えてみましょう。この方程式のパラメータ表示を考えるのですが、この方程式はまず、解が不定であるということですね。解が不定であるというのは、解が一つだけではなくて、たくさんあるということですね。解が不定である場合には、いずれかの変数の変数をパラメータに置くというのがポイントです。 水でかの変数と言いますけれども、まあどれか何か方法を決めとかないといけないので、ここでは後ろの方から変数を取っていくことにしましょう。今回は w が一番後ろ、一番最後の変数ですから、w を用いることにします。この w を p と置きます。p がパラメータですね。そうすると、元の方程式は x プラス y プラス z イコール1マイナス p と同値になります。しかし、 このままではまだ不定です。ですから、今度はさらに z イコール9と置きます。そうすると、x プラス y イコール1マイナス p マイナス q と同値ですが、また不定です。そこで y イコール r と置きます。そうすると、x は1マイナス p マイナス q マイナス r となって、pqr を決定すると、x が決定します。書き直すと、x イコール1マイナス p マイナス q マイナス r、y イコール r、z イコール q、w イコール p とこのようになるわけですね。 パラメータ表示の時はこのように、まあ、カッコをつけてもいいですけども PQR は実数を動くとか複素数を動くということを一応書くのが正式です、まあ、文脈で分かっている場合は省略しても特に問題はありませんが一応このように書いておきますこれで PXYZW のパラメータ表示ができましたまとめると解が確定するまで解が確定するまで後ろから変数をパラメータに置いていくということですね 今の場合、一つの方程式でしたから、パラメータの数は変数の数より一つ少なくなっていることがわかります。それでは、問題をやってみましょう。複素数に値を取る変数、x, y, z, w に関する一時方程式があります。変数が与えられていることに注目してください。変数は順序も含めて与えています。 x, y, z, w という4つの変数に関する一時方程式 x、2x マイナス 3y プラス 5w イコール1。z ないじゃんと思うかもしれませんが、z の係数は0だということですね。0の場合、0z とはわざわざ書きませんから、今回の場合は消えているわけですね。平面の方程式のときも、例えば x イコール1というような方程式を考えると、この方程式が表す平面は、 yz 平面に平行で x イコール1を通る、x イコール1の切片を通る平面でした。このように xyz に関する方程式であっても y と z の係数が消えているという場合はあるわけです。今回は z の係数が消えています。さあ、この方程式のパラメータ表示を求めてみてください。それではちょっと考えてみましょう。 はい。それでは、やっていきましょう。与えられた方程式の解は、もちろん不定です。w を p と置きましょう。今の場合、複素数に値を取る変数と言っていますから、p を複素数のパラメータとして置きます。ただし、以下でも同様ですので、以下では省略します。方程式は x、2x-3y イコール 1-5p となって、w イコール p と、この2つを合わせたものと同値になります。 ただし、まだこの 2x-3y イコール 1-5p というのは不定方程式ですから、さらに変数を置いていかなきゃいけない。変数をパラメータに置いていかないといけません。今、z の係数は消えていますが、順序から言うと z ですから z、z イコール9と置きます。そうすると、方程式は、見かけ上は本質的に一緒ですけれども、w イコール p、z イコール9という z イコール9の部分が追加されました。で、 それでもまだ不定ですから、今度は y イコール r と置くことにします。そうすると方程式は 2x イコール1マイナス 5p プラス 3r となって、pqr を定めれば、x が少なくとも定まるということになります。もちろん yzw も定まりますから、これでパラメータはもう必要ありません。まとめると、与えられた方程式はパラメータ表示、このようなパラメータ表示を持つということがわかります。pqr は複素数を動く。 ということですね。以上でパラメータ表示の処方の解説を終わります。